リンカーン家はイングランドを起源とするアメリカ合衆国の家族である。これにはエイブラハム・リンカーンとメアリート・トット・リンカーンのすべての子孫が含まれる。リンカーンの家系は1985年12月24日にロバート・トット・リンカーン・ベック・ウィズが亡くなったことで断絶したものであると考えられている。一方で、リンカーン家には大統領と祖先が共通する親戚が存続している。 例を挙げると、俳優のジョージ・クルーニーは、リンカーンの母のナンシー・ハンクス・リンカーンと繋がりがある。また LGBT 活動家のコンラート・イングリングは、リンカーンの曽祖,祖父のジョン・リンカーンの子孫、俳優のベン・ミラーも、リンカーン家との繋がりがあることが調査により、判明している。サミュエル・リンカーンの父のエドワード・リンカーンは1575年頃に、生まれ、イングランドのノーフォーク市ヒンガムに住んだ。 彼はイングランドに残って1640年2月11日に亡くなり聖アンドリュー教会の墓地に埋葬された。エドワードはリチャード・リンカーンとエリザベス・レムヒンゲンの一人、息子であった。妻の死後にリチャードは3度結婚した。1649年にサミュエルが購入したヒンガムの土地に孫が建てたサミュエル・リンカーン帝1937年。 エドワード・リンカーンの息子のサミュエル・リンカーンは、グレート・ヤーマスからジョン・ド・ドロシー号に乗って出港し、マサチューセッツ湾植民地にたどり着いた。彼は、アメリカ合衆国におけるリンカーン家の課長と、みなされている。リンカーン大統領とその家族、エイブラハム・リンカーンは弁護士であり、また1861年から1865年にかけて、 第16代アメリカ合衆国大統領を務めた政治家であった。彼はケンタッキー州ホジェンビル近郊のシンキングスプリング農場にあるワンルームの丸太小屋でトーマス・リンカーンとナンシー・ハンクスの間に生まれた。彼はメアリー・アン・トットと結婚し4人の子供を設けた。ロバート・トット・リンカーン・ベック・ウィズはジェントルマン・ファーマーでありエイブラハム・リンカーンの彦であった。 姉のメアリーが1975年亡くなったことで、リンカーンの唯一の子孫となり、彼自身も1985年に亡くなって家計は途絶えた。以下は、エイブラハム・リンカーン大統領の祖先と子孫を10世代にわたって示している。ありがとうございます。